せ。はっ、沈め。指導に頼むぜ。連絡してみっか。まだ妨害かかってら。まあスノーならどうにか済んだろう。無事と信じるしかないか。なあファング、ん、バニラたちも無事だろう。もしルシオを捕らえたら政府から発表があるはずだ。怖いルシオをぶっ殺さねえとみんな安心できないってか。航空の連中と来たら臆病なんだか物騒なんだか。航空の人間は何百年もファルシに飼われてパルスの侵略を恐れ続けてきたんだ。
セラのことがなかったら、私も軍人としてルシを買っていた。呪われた敵だと信じてな。グランパルスも似たようなもんさ。コクーンは空飛ぶリンゼの住処で、いつか攻めてくる。そう信じてた。ルシになったのはコクーンと戦うためか。コクーンを滅ぼすことがお前たちの、いや私たちの使命なのか。コクーンで目を覚ますまで、うちらはクリスタルになって眠ってた。ってことは、その前に何か使命を果たしてるんだ。なんで思い出せねえんだろうな。ガキの頃とかは覚えてるのに、大事なとこだけ記憶が抜けてる。白い色のない世界だ。思い出そうとしても真っ白になっちまう。目が覚めてみたら印はこうだ。バニラと二人して記憶も使命も見失った。見失って探しているのか。パルスのルシとして、コクーンの敵として。ルシだのコクーンだのはどうでもいいんだ。さっさと使命を突き止めて片付けねえと、バニラが死骸になっちまうからな。あいつが無事ならどうなってもいいんだ。ライトニング、ナイトでいい。バニラの印って見た？いや。そっか。死骸になるまでどれくらいか印の具合で分かるんだ。うん。矢印が増えてしまいに目玉が現れる。目が完全に開いたら死骸だ。どれ？全然余裕。安心しろ。ただ油断はできない。進み方は人それぞれだからな。ショックを受けたりすると一気に進んじまうらしい。バニラの印はもっと進んでるはずだ。早いとこ助けて帰らねえとさ。パルスか。グランパルス。政府は人間がコクーンの外に出るのを禁じてるらしいが、そんなら政府をぶっ潰して帰るさ。それが希望か。ん？私は見失ったんだ。セラを亡くしてルシにされて、もう何の希望もない。どう考えても救いはなくて、考えるのが嫌になった。今はとりあえず政府と戦ってるが、目的は何もない。戦って政府を倒しても、その先に何もない。そんなものは死に方だ。希望もなく戦うのは。セラは？
戦う目的がねえって何言ってんだ。セラが元に戻った時会いたくねえのかよ。セラが助かる希望がある。それまで戦って生き延びる。簡単じゃねえか。あいつら軍に見つかったか。目にもの見せてやろうって。